というふうに。さすがですね。ベルさん、ベルさん、ベルさん、やっつけない。それはベルさんの分身なんだ。それはベルさんの分身。もう広々、広々ベッドは大丈夫そうですね。皆さんおはようございます。まだ早朝です。今日はですね、ベルさんの初めてのキャンピングカーの乗車ということで、まずは停車中、うちの家の駐車場なんですけれども、ここでまず入ってもらって、一回ちょっとこの場に慣れてもらおうかなと思いまして、トレーニングですね、今日からやっていきたいと思います。ではまずですね、準備してるものがありまして、今時期的にもまだ暑いので、ここにクッションをと思ったんですけども、こちらですね、冷感マットを一旦ね、ちょっとこの辺に、ここに寝てもらおうかなと思います。そしてキャンピングカーの中でのお食事は、こういう容器で、早食い防止トレイですね。で、どうしても、そんなに場所が取れないので、荷物を置くですね、大きいものを極力回避して、ということで、でもちょっとやっぱりお水は飲まないといけないので、このような、これはよくあるやつですよね。なんですが、これはですね、そこの方がラバー式になっているので、キャンピングカーで、例えば、こう置いてたとしても、滑りにくい。で、同じくこちらもですね、下がラバーになっているタイプで、動きづらいというですね、食器を今日は持ってきてます。で、こちらがですね、食料庫になってるんですけれども、はい、ご飯とかおやつとかお水とかもここに格納してますので、今日はここでご飯を食べてもらおうかなと思います。ちょっとすみません、僕も寝癖だらけなんですけど、では早速まずはベルさんの入場からいきたいと思います。いい？いくよ。なんだろうね。いくよ。ベルさん、どう？待って。とりあえずベルさん、おめでとう。ちょっと、僕も思ったんですよ。ここに滑り止めマットをもう敷くべきかどうかっていうのを。やっぱり敷いた方がいいですね。もう滑り止めマットを。早速。ベル待って。嬉しいね。ちょっともうこれ、そっち行ってみる。そっち行ってみようか。ね、ちょっと待ってね。やっぱり結構滑りますね、フローリングで。まだちょっとこれから夏なのでどうかなと思ったんですけど、もうやっぱり下にマットをちょっとまたどっかいい感じのやつを購入してやっていきたいと、ね、思います、
さすがにね、あの部屋とは違って走り回れないけども、まあ、広さ的にはまあ十分あるかなと。ジンくんが、りょうくんが、ジンくんとりょうくんが、すーちゃんも。よし、じゃあもうご飯にしましょうか。ね、ご飯にしようか。まずはちょっとご飯に。ご飯にしようか。よし。初めてのご飯をこちらで、ね。ちょっと待ってね、ベルさん。ここで準備するからね。よし。お水もね、準備しないと。よし。え、セット。はい、ダウン。はい、上手。天才か。やっぱりベルさんは天才ね。ごめん、今日はトッピングも何もないけど。はい、皆さん、はい、はい、ダウンしてください。はい、ダウンしてください。上手なんです。そのまま沈む、はい。はい、皆さんのお食事です。はい、そのままですよ。ま、はい、ダウンしてください。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 ステイ、ベル、こっち向いて、ベル、こっち向いて。いる？オッケー。というふうに、さすがですね。で、この間に僕はお水を準備してみましょうね。あ、いいですね。やっぱり一応滑り止めがついているので、ブルさん尻尾ブンブン丸ですね。早食い防止トレイですけど、まあレベルが浅めの早食い防止トレイなんですけどね。で、常にまあちょっと考えてたんですよ、まあ、走行中は常にここに水を入れっぱなしってどうなんだろうと思いながら、まあ、休憩する時とかにお水を飲んでもらおうかなとか、ちょっといろいろ考えてたところです。で、猫族の皆さんには、タッパーで水飲みをしてもらおうかなと思ってて。はい。ベルさん食べ終わった。はい。ベルさん食べ終わりました。上手でした。よいしょ。倒します。倒します。もうね、ラブラドールは永遠食べれるので、美味しかったね。美味しかったね。という感じで食事が終了しました。さあ、では今度はちょっとベッドで寝てみましょうか。ゆうさん。あ、お水飲んだ。あ、ごめんごめん。お水飲んで。お水飲んで。お水どうぞ。お水飲まないな。まあ、飲みたい時に飲むでしょうと。飲みたい時に飲ませなさいよって。そうですね。ちょっとハーネス取ろうか。ね。ハーネスもここにかけるというね。今ベルさん自分で飛び乗りました。僕はここはね、自由に行けないように考えてたんですけど、自らジャンプして飛び乗った。何個かっていうぐらい。はあ、やっぱ許せないんですね。ベル。ここで寝る。で、夜は僕とベルさんはここで寝るんですけど、そんなに言うても、広く、部屋みたいに広くはないから、こんなことはないかなと思ったけど、やっぱり、やられますね。
やっつけるの。よっしゃ。で、こうやって、こうですね。こうやって寝るんですね。今ちょうど。嬉しいね。嬉しいそうです。こんばんは。お。で、ここから電気をこうやって消せるので、こうですね。消せます。全部消したら真っ暗になるから。ちょっと多分新しい場所で、あ、はいはい、すごい喜んでますね。ね。遊べって。遊べ、触んなさいよ。ベルさん、ベルさん、ベルさん、やっつけない。それはベルさんの分身なんだ。それはベルさんの分身。はい、嬉しいね。楽しいね。よかったね。喜んでます。ベルさん。もう広々、本当に、もうね、全然広々してるから。ベル。よっしゃー、よかったね。楽しいね。あ、新聞配達の方がいます。いいね。この高さから見えるからいいね。見晴らしもいい。一応スモークが張ってあるので外からは見にくいっちゃ見にくいんですけど、まあでもやっぱり目隠しサンシェードをしようと思います。いや、快適ですね。今日はお試しなので、ね、やっぱり実際こうやって練習してみないと分かんないですね。そこにちょっと柵をね、作ってもらうようにちょっと考えます。ちょっと相談して追加してやってもらおうかなと。まあラブラドールはね、全然賢いので、まあそういう空間把握とかそういうのもね、すごく得意な子だから、得意な犬種なんで大丈夫ですけど、ベルさんやっぱり気になるね。縦にもなって寝れるっていうのが、広さが分かりますかね、これで。今はあんまり時間を取らないようにしてるんですけど、ちょっと仮眠を取るぐらいまで次回はしてみようかなと。あと今日どうかなと思って、ちょっとこう毛布じゃないですね、ブランケットなりなんなりまた持ってこようかなと。前の柵はちょっとやっぱり時間がかかるんで、とりあえず相談だけはしときますけど、下が気になる。
ベルさんがここを自由に行き来できるようにこうクッションを置こうと思ってたんですけど、箱型のクッション、うん、ベルさんは向こうの運転席の方が気になるみたいですね。はい、上手。落ち着きましたね。そのキャンプ地とかに行ったらね、そのキャンプサイトとか駐車場とかですね、こうやって窓外が見えるから結構いいと思うんですよね。まあ、サンシェードなくても僕はいいんですけど、もう広々ベッドは大丈夫そうですね。よし、よかったね。そういう感じで今日はベルさん初めての一発目ということで、よかったね。今日はありがとうございました。離れていてもまた会えるかな、その時。
よ。